脂肪燃焼効果を高める栄養素を3選。はい、こんにちは、鋼です。これから脂肪燃焼効果を高くする栄養素を3つ紹介していきますので、後から何度も見返せるように保存ボタン押しておいてね。ちなみに前回は褐色脂肪細胞について解説をしておりますので、よかったらそちらの方もご覧ください。それでは早速ですが、この褐色脂肪細胞を活性化させて脂肪燃焼を促進させる栄養素を3つご紹介していきます。まず1つ目、カプサイシンでございます。辛味成分の1つで食欲を抑制させる効果があり、また抗酸化作用も働きます。代表的な食材は唐辛子でございます。そして2つ目、クルクミンです。ポリフェノールの一種であり、肝機能を高める効果があります。また、認知症の原因となっているアミロイド β の蓄積を減少させ、記憶力も高める効果があります。代表的な食材はウコンでございます。そして最後、3つ目、レスペラルソールです。ポリフェノールの一種であり、抗酸化作用や心血管保護の作用があり、筋タンパクの合成を促す働きがあります。代表的な食材は、ブルーベリー、そして赤ワインでございます。いかがだったでしょうか。もし脂肪燃焼を高めたいという方は、これらの食材も意識して摂取してみてくださいね。現在、最新の科学的データに基づいた最先端リバーテージングボディプログラムレポートを配布しております。このレポートを受け取りたいという方は、ブログのリンク欄をチェックしてね。